松山幸せみのりや。うん、じゃあ気をつけてね。どうした、深刻な顔して。実家の母からです。振り込め詐欺の電話がかかってきたみたいで。それでお母さんから確認の電話。そうなんですよ。でもいつも気をつけるようにって言ってたんで、被害には遭わなくて済みました。やるじゃない、あんた。詐欺や悪質商法に遭わないために、みんなで学ぼう消費者教室。こちらは何やってるんですか？こちらでは消費者教室を行っているんです。消費者教室踊ってますけど。はい、今ウォーミングアップを行っているところなんです。ウォーミングアップですか？はい。消費者教室とは、希望する地域や団体に講師を派遣し、契約トラブルや悪質商法などの身近な暮らしの問題について学習をするところ。近年の悪質商法の代表的な手口がこちらです。点検商法、突然自宅を訪問してきた業者が不必要な高額修理の契約を迫ってきます。訪問購入、指輪やネックレスなどの貴金属を言葉巧みに出させて安価で買い取っていきます。どちらも悪質な手口ですね。はい。消費者教室では様々な悪質商法の手口を劇で紹介。頼んでないと思うんやけど。あら佐藤様、佐藤様は確かに2週間お試しセットを注文されておりますわよ。届いたけどね。はいはい。こんな小さなちょっこし1万2千円、箱は大きかったんやけどね。はいはいはい。中は小さいのが1本入っとるだけで。はい、はい、これどう。劇の内容がユニークでリアルに再現されてますよね。そうですね、実際に遭遇した時にはとても役に立つと思いますよ。これからもいろんな手口がね、もう次から次と新しい手口がありますもんね。まあ、何かわからなければ警察に届けるとか、あの消費者生活センターさんに相談するのが一番だなと改めて思いました。いろんなこういうね、あんまり堅苦しない寸劇みたいなんでね、そういうことが浸透したらいいと、そんなふうに思ってます。市民相談課では弁護士などによる法律相談やファイナンシャルプランナーによる債務相談なども実施しています。相談に乗ってもらえるっていうのは心強いですよね。地域一丸で取り組みたいですよね。楽しく学んで暮らしに役立てよう、大人も子どもも楽しめるみんなの生活展2018が10月20日土曜日に松山市大街道で開催されます。消費、環境、健康など暮らしに役立つ情報が満載です。みんなで学べば怖くない。不正で守るまちづくり、悪質商法シャットアウト。ところで夏井さんに美味しい和菓子を持ってきたんですよ。あんたなんか悪巧み考えてんじゃないの。まさか。じゃあこれはもらっとこうと。ありがとう。いやいや、これから話が。ありがとう。いただいたものはいただいた。ですよね。